ようございます、くまみきです。マジで寝起きです今日はとある1日の食事っていうのを撮ってみようと思います。 YouTube でよく見るやつ。本当私の食事今日どうなるんだろう。で今日朝は重い、重いさ。じゃーん、こちらお家にね大量のミネストローネがあるので、こちらを使ってオートミールのねリゾットを作っていこうと思います。土鍋にオートミールを 30g、 そしてここにミネストローネを入れます。すごい具沢山。このミネストローネね、アシスタントのりんちゃんが作ってくれたの。私が最近バタバタしててご飯作る時間ないかもっつって作り置きして帰ってもらいました。ありがてえ。いっぱい食べちゃおう。はい、こんぐらい大体です。これでちょっと混ぜつつ火にかけます。大体、5分ぐらいこんな感じで煮ていきます。ちょっとスープ足しとこ、ひたひたって感じ。ちょっと焦げつきやすい。ここにちょっと今日はチーズも足しちゃおうかな。入れたり入れなかったりなんですけど今日入れちゃいます。チーズ冷凍してたからちょっと時間かかるかも。はい、チーズも溶けて完成です。おしゃれぶりたいので今日はパセリを散らします。いつもはしない。はい、それではいただきます。ちょっと味がねボケるんで薄くなるっていうのかな。ブラックペッパーかけてあげると美味しいです。チーズ入れてよかった。結構これでね朝からお腹いっぱいになってお昼まで元気に動けますね。よかったら作ってみてください。ただいまちょっとねスーパーに行ってきました。というわけで買ったものでも紹介しようかな。スーパーの購入品紹介あんまやらんよね普段。行きます。水菜、水菜好きです。葉物野菜水菜好き。よく揚げ物とかの下にこう水菜ってしてます。はい、そして普段買わないんですけどちょっと久々に食べたくなって、こちら3種のクリームチーズ入りのはんぺん。チーズはんぺんめっちゃ好きなんですよね。フライパンにちょっとバターをさ乗せてそこでこれを焼くと超美味しい。あのお弁当に入ってるといつもテンション上がってました。こちらはクリームチーズ、ゴーダチーズ、パルメザンチーズを使用したチーズクリームが入ってるそうです。楽しみ食べるの。あ、これ今日のお昼ご飯。はい、サンドイッチヒレカツミックスサンド。あの朝オートミール食べたんですけど、最近ねパンを食べ過ぎだなって思って、あのホームベーカリーをね動画でも紹介したんですけど、それ以来本当にパンクレイジーになっちゃって、いやちょっとやばいかも、太ったかもって思ったから、最近朝ごはんオートミールに切り替えてて、でもねちょっともうその反動で今パンが食べたくてしょうがなくて、で今日は特に朝からサンドイッチがすっごいすっごいすっごい食べたくて、でねこれを我慢するのは良くないなって思ったんですよ。我慢したら逆にまた爆発しちゃうと思ったので、ちょっとお家でまたパンを大量に作るのではなく食べきれる量をねここでパンを補おうと思いました。美味しそう。そしてこちらバーモントカレーなんだけど、カロリー 50% オフなんだって。初めて買った。でこれ8皿分入ってるんですけど、あの今あるミネストローネを食べ飽きたらこれで味変してちょっとカレーっぽくして食べようかなと思って購入しました。結構肉じゃがも飽きたらカレーにしたりとかね、そんな感じでカレー自体を作ることってそんなないんですけど、こうリメイクでカレーにすることがめっちゃあるのでそういうのをね買いました。
見て、くまモンのいちご、ゆうべに。すごい大きいいちご、真っ赤っか。すっごい美味しそうだったんで買っちゃいました。フルーツはね、常にあるといいなと思うので、フルーツもう一個買ったぞ。はい、バナナも買いました。あとキウイも食べたかったけど、そんなにあっても食べきれないから、ちょっと一旦ここでストップした。あと私常にこれ冷蔵庫にあるんですけど、サンバイズもずく美味しいんですよね。もずく、こういうちょっと酸っぱいの大好き。このまま食べることもあるし、あとはトマトを細かく切ってもずくとあえて一緒に食べたりとかしています。他になんか美味しい食べ方あるのかな、もし知ってる方いたら教えてください。でトマトね、トマトも割と常に家にあります。そして今日はね、大葉も買いました。大葉大好きなんで、こういういっぱい入ったやつ買います。いつもタッパーに水張って大葉入れて、それで保管しとくと結構長持ちするんで、毎日水変えて入れて、なので意外といっぱい入ってても使い切れちゃいます。あとは漬け丼用にちょっと大葉自体をつけちゃったりとか、大葉大好きあと犬豆腐、豆腐はちょっとこうちっちゃいサイズのやついつも買いますね。ドンってでかいのだと食べきれないので、こういうちっちゃいのでポンポンポンと3パックのやつ買いました。そしてコンソメ、ちょうど切らしてたので買ったんですけど、こういう入れ物に入ってるタイプ初めて買った。かわいいね、なんか。そしてもやし、安いからいいよね家計応援もやし。あとあとあと、これ豆乳の蜂蜜って、これ初めて見た気がして美味しそうだなと思って買ってみました。前にも豆乳のね動画出したんですけど、アイスにして食べるのとプリンにして食べるので食べ比べるってやつやったんだけど、これはねプルプルプリンにもって書いてあるので、プリンにすると美味しいみたいですよ。ちょっと小腹が空いた時とかに飲もうかなと思います。よし、じゃあお昼ご飯にしよう。はい、今日のランチでーす。無理に自炊してもね疲れちゃうんで、買えるものは買いましたカツとポテトと、ハムチーズに卵、私キュウリ嫌いだからキュウリ取ろうでネストローネで野菜補給。いただきます。うん、美味しい。メインのカツ、なんかパンがさ色違うのおしゃれだね。あ、もっとより口開かない。あのこっちの親知らず抜いて明日で1週間経つのかな、口だいぶ開くようになったなと思って調子乗ったわ。開かない噛めない。あ、でも美味しいです明日また歯医者さん行って、でこっちあの親知らずを取った後に糸で縫ってるんですよ。でその糸を取るっていう作業をして、で今度こっちの検査をして、でこっちを抜くのがもしかすると当日抜くかもしんないし、また別の日で予約して抜くかもしんないしっていうので、明日から何食べる生活になるかがまだ分かんなくて怖いですいろいろ食材買ってきちゃったけど無事食べれるといいな。なかなかのいい大人だからね、好き嫌いはねなるべくしちゃいけないとは思うんですよ。でもね、まあ、これ卵サンド、キュウリを抜いて食べたんだけど、キュウリの入ったポテトサラダもキュウリを抜いてもキュウリの風味がするよね。キュウリは何も悪くないんだけど、本当にごめん苦手だキュウリでも頑張って食べます。うん、美味しそう。でね、最後ご機嫌で終わりたかったから、4個の中で一番美味しかったハムチーズを残しておきました。最後これで美味しく締めたいと思います。うん、量もちょうどよかったな。見て見て、やばい限界バナナがいますね。これどうにかしないと。限界バナナちゃんいける？お、お、中は全然大丈夫だった、よかった。これちょっと一回切ってしばらく冷凍庫入れて、あとでスムージーで飲もうかな。バナナね、最初から凍らせておけば氷代わりになるんで、ちょっと切って冷やします。2時間お昼寝した。バナナ固まったかな。あ、いい感じ、冷え冷え。牛乳とヨーグルト。夜ご飯食べれなくなっちゃうからプロテインは今日はいいかな。これでチョコ味のプロテイン入れるのも好きなんですけど。おやつのバナナジュース
バナナ、ヨーグルトどんくらい入れようかな。こんぐらい。牛乳こんぐらい。蜂蜜ちょろん。あ、取ってなかった。取ってなかった。ミキサーかけ終わっちゃったよ。これでうわってやりました。完成。やっちゃった。というわけでいただきます。うん、美味しい。あ、どうせ一人なんでこのまま飲む人です。ちょっとまだ寒い。冬は寒くて全然飲む気しなかったけど、最近やっぱ暖かくなってきたんで、こういうねスムージーとかシェイクとか飲めるようになってきてすごい嬉しい。あ、私はちょっとヨーグルト入ったやつが好きなんだよね。あと蜂蜜も美味しい。うん、美味しかった。ごちそうさま。それでは夜ご飯を作っていこうと思います。お米はいつもお鍋で炊いてます。メインの前におつまみ系、おつまみ系違うか、副菜作ろうと思うんですけど、とりあえずトマト半分だけ食べようかな。こちらはサイの目状に、サイの目違う、サイコロ、どっちだよくわかんないけど、四角く切ります。で、入れ物これでいいかな、ちっちゃいかな、いいかも。今日は気分的に塩昆布適当にかけて、もうちょいやってもいいかな。これでお箸でちょっと混ぜておきます。簡単、これだけ。はい、一品完成。トマトの塩昆布、これ冷蔵庫入れときます。あ、取ってなかった、またやっちゃった。とこちらは今人参の皮を剥いています。人参使っちゃおうと思って、で今日もやし買ってきたので、人参とナムルの、あ違う、人参ともやしのナムル作ります。クラシルを参考にね作るよ。クラシル頼りだよ私の食生活は。いや、これで細切りですね、一回薄くして、でパーってトランプみたいにね薄く並べたら、細く切っていきます。やべ、繋がってた。はい、人参上がり。ここにもやしも 100g ほど、袋の半分ぐらい入れました。これでラップをかけて 600W のレンジで4分チンします。で、今日のメインディッシュこちら、カチョウのたたきなんですけど、そのまま食べずにちょっと味付けして軽く揚げて食べようと思います。これね、ふるさと納税でゲットして、うちにすっごいいっぱいあるの。今流水解凍したんですけど、これをザクザクっと切ります。あー、ちょっと解凍しすぎて切ると身がボロボロになっていく。なんか人参がめっちゃついてた。そしたらこれをポリ袋に入れます。そしてこちらバカタレ、これは前に九州行った時ですね、釣岡さんとか行った時帰りに買ったんだけど、これをねここにドバーっと味付けで入れて、もみ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 します。ちょっと入れすぎたね。まあいっか。はい、これでちょっと置きます。これ前作ってみたらめっちゃ美味しかったのよ。とかやってる間にチンが終わりました。よいしょ。はい、熱々ですから気をつけて。でこれちょっと水分がたくさん出ると思うので、ザルで切ります。あっちっち、うん、湯気、うん、よし、じゃあちょっと水切りましょうね。あちちちちで、今ザルに開けてボウルが空いたので、ちょっと余計な水分拭き取って、ここにタレ作ります。鶏ガラスープの素小さじ2、お酢小さじ1、ごま油が大さじ1なので小さじで3。あ、めっちゃ飛んだ。エプロンしててよかった。そしてここにニンニクすりおろして入れます。あー、ごま油とニンニクはもう最強です。うん、
よし、ここにさっきのお野菜戻します。これで混ぜ混ぜして、でね、熱を取っていきましょう。端が染み込みますように。いりごまもかけておきます。私は結構たっぷり、あ、と思ったらちょっとしかなかった、使い切っちゃった、足りな。フライパンに油を入れて温めてます。ちょっと2センチぐらい行きたかったけど、ギリかな。普通に鍋でやってもいいんだけど、フライパンの方が楽な気がして揚げ焼きみたいな感じでいきます。で、ボウルに片栗粉をつけといたカツオちゃん絡めていきます。片栗粉、思ったより片栗粉が家になかったギリギリ、もう吸ってかなり白じゃなくて茶色くなっちゃってるんですけど、ギリギリです。で、これを揚げていきます。いってらっしゃい。あ、ちょっとまだ弱かった、もうちょっとだったねはい、こんな感じで揚げていきます。正直見た目はそんな美味しそうじゃないのができる予定なんです、これ前作った時は見た目はそんなだったけど、味は美味しかったからいいの。あ、美味しそう。で、これもなんかもともとカツオのたたきだし、まあなんとなく火の通りはなんとなく、でも色つけるだけって感じです。パッと見唐揚げみたいです。で、私揚げ物するときは油切るのね、この魚のグリルを活用して使ってます。はい、いいんじゃない、もう色が良ければよしなので揚げちゃいます。油こんないらなかったか、まあ、いいか。はい、揚がりました。で、最後ちょっとスープ作ります。ご飯は無事に炊き上がりました。美味しそう。今日はご飯に卵のね、黄身を冷凍したやつを乗せようと思ってて、これ卵を殻ごと冷凍して、で今解凍したんだけど、解凍するとこうやってほら、うん、できた、黄身が丸く残って、で、この卵白だけね溶けるんですよ。これ普通にお箸で切って食べるんだけど、こっちの卵白もったいないんで、これをスープにします。スープはいつもこれ香味ペーストに頼ってるんだけど、もうなくなっちゃう。足りる？最後だね、絞り切れって感じだね。おりゃ、絞り切れ、よし、絞り切った。これで卵白をちょっとふわふわっとやったら、はい、完成簡単。色がないんで冷凍のネギでも散らしときます。はい、というわけで夜ご飯完成です。なんかいい感じのランチョンマットというか、お盆というかがなくて、よくわかんない感じになっちゃったまあいっか。なんかこういうテーブルコーディネートのセンスとか欲しいんですけど、誰か買い物付き合ってご飯、卵白の中華風スープ、カツオのたたきを揚げました。なんだ、竜田揚げでいいのかな。で、下水菜ですね、今日買ってきたやつで、トマトの塩昆布和えと人参ともやしのナムルで、これさっきの卵をねご飯の上乗せようと思ったけど、このお皿の上のバランスがよく分かんなくなって、こっちに乗せましたこれね、お醤油ちょちょってかけながら食べようかなと思います。というわけでいただきます。いやー、なんか動画撮るとちょっと色鮮やかなご飯作ろうってなりますねうん、トマト塩昆布シンプル。あ、塩昆布もうちょっと入れてもよかったかな。はい、かナムル、人参つながってた。うん、おいしい。今までもやしだけのナムル作ることが多かったんですけど、人参入れるといいね、色が鮮やか。ちょっと喉が渇くので卵スープ、あ、美味しい、あったまる。そしてじゃーん、カツオのたたき揚げ、揚げ竜田。うん、味がね結構しっかりついてて美味しいんですよこれ。うん、タレの味がすごい濃くて、うんうん、なんか魚だと揚げてもヘルシーな気がしていいですよね。犬の圧がすごいのよ作ってる時からずっと見てる。むちゃんのご飯じゃないんだな。で、この卵がすごいからちょっと見て、じゃじゃん、ほらこうやって切れるの、火通してないのにすごいよね。お醤油ちょちょちょっとかけていただきます。いただき、うん、とろける、濃厚。
やっぱこれだわ。普通の卵かけご飯よりこうやって食べるの好き。はい、というわけでいかがだったでしょうか。私の一日の食事の記録でした。なんか最初すごい適当な一日のご飯とろうとか思ってたら、動画回し出すとやる気が出るね。久しぶりにこんなしっかりとしたご飯を作りました。動画よありがとう、 YouTube よありがとう。何か参考になれば嬉しいです。ほんと今日ゆるく撮ろうと思って、照明も全然焚かないで普通に撮ったんで、ちょっと暗かったり見づらいとかあったかな、大丈夫だったかな、今更心配になってきました。もし好評だったらまたこういうのやろうかなと思うので、ぜひコメントの方で感想を聞かせてください。それじゃあ残りはのんびり食べて、今日は早く寝たいと思います。それじゃあバイバーイ。美味しそうと思ったらグッドボタンお願いします。じゃあね。